肉からも油が出てきてますよ。もうこれだけで超美味しそうなんだけど、うまいなこれ。皆さんこんにちは。今日はね、ミートソーススパゲッティ簡単な作り方レシピを紹介します。あのイタリアンのボロネーゼみたいな、あんなかっこいい系じゃなくて、どっちかっていうと喫茶店で出てくるような懐かしいやつですよ。でトマトたっぷりな、爽やかなんだけど濃厚。ひき肉の使い方にコツがあんの、ぜひ最後まで見てください。さあ今日はね、とにかく肉がゴロゴロした肉っぽい具沢山のミートソースにしたいんです。合いびき肉使うんだけど、このまま炒めるとね、どうしてもねパラパラパラって細かくなっちゃうの肉が。今日は肉がゴロッとするためにある技を使います。それが今日のちょいコツポイント。ひき肉を袋に入れて練ってから焼く、焼いてそしてほぐす。というわけでやってみましょう。はい、ひき肉を袋に入れまして、ここにお塩少々を入れておきます。はい、でこのまま袋の上からもみ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 で1個の一塊にしちゃう。パックの上から手で叩いてやってもいいんだけど、それだとねどうしてもあのポロポロ感が残ってしまうので、今日はさらにしっかり肉感を出すために袋の中に入れて揉んで、もうなんていうの、つなぎのないハンバーグの種を作るみたいな感じ。はい、どうなってるか、こんな感じになってます。もう完全に一塊って感じね。玉ねぎからみじん切りにしていきます。キジマ式みじん切りの技何度もやってますけれども、こんな感じで放射状に切り目を入れていきます。今日ね5ミリ角ぐらいかな、まあ、なるべく細かい方がこれに関しては俺いいと思う。はい、で放射状にこんな感じで切り目を入れたら、あとは端からこういう風に切っていく。こうすると綺麗なみじん切りが簡単にできちゃうというね技でございます。詳しく知りたい方は、木島龍太スペース玉ねぎみじん切りとかで調べていただけると出てくると思います。さあ端っこね、こういう風に残ります。これを細切りにして揃えて端から。さあ続いてニンニク、ニンニクはこういう風に皮付きのまま両脇を落とします。ペコペコと、このまま包丁を乗っけてドンドンドン、はい、ドンドンドンとやるとペロンと皮が剥けてくれます。でさらにここで割れるじゃない、はい、割れたらこの芯の部分だけ取り除きます。あとはこれも5ミリぐらいかな、もうちょっとか、7、8ミリ角ぐらい、これぐらいで大丈夫です。さあこれでニンニクと玉ねぎの準備ができました。さあでは野菜の準備とひき肉の準備ができました。まずは野菜からじっくり炒めていきます。ではフライパンいきましょう。いきます。まずフライパンにニンニクを入れる、はい、オイルを入れていきます。結構多めよ、大さじ2杯。たっぷりの油でまずはニンニクを香りが出るまで煮ていきます。弱めの中火ぐらいかな、じっくりじっくり煮ていきましょう。ニンニクがじゅわじゅわ言ってきたら、ここで玉ねぎが入ります。まず混ぜます。混ざったら、特にガスの人ね、家がガスの人はフライパンの真ん中にこの玉ねぎ寄せといてください。なぜか端っこが火が強くて焦げるので、こんな感じで真ん中で炒める感じね。もう少し焼いていきましょう。少し薄く色づくぐらいまでね、この多めの油で揚げるようにして焼いていきます。さあ炒め始めて3分ぐらい経ったよ。玉ねぎから水分が抜けて、この油で玉ねぎがこうじわじわ上がってるような感じ、わかるかな、音が変わってきたのね、さっきに比べて。このパチパチ跳ねるような音がしてきた。そしたらもう玉ねぎからも甘い味が出てるよっていうことなので、ここらでひき肉を入れます。ひき肉ね、袋の中にもこうちょっとくっついてるのがあるので、空気を一回溜めまして、こうゴロ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 ってやるとみんなくっついてきてくれるから。はい、くっついてくれた。そしたらこれを入れていきます。そう、玉ねぎがちょっと色づいてきたぐらいのところに、ちょっと一回ね玉ねぎ寄せまして、空いたところにひき肉を入れる。
はい、ドサッと入った。はい、そしたらここで玉ねぎとこう合わせながら炒めていきます。ちょっとこういう風にほぐしながら炒めていきます。肉の表面を焼きつつなんだけど、玉ねぎがねこれ以上焦がしたくないので、この肉と合わせながらこういう風に炒めていく。これで肉っぽいミートソースになっていくわけです。このままほぐしながら炒めていってください。さあ今肉を入れてね3分ぐらい炒めました。ほら見て、こうボロッとした感じ、ゴロゴロっとした感じで肉にも火が通り、肉からも油が出てきてますよ。もうこれだけで超美味しそうなんだけど、ここにね今日はとろみをつけたいんです。昔懐かしい感じのミートソースを作りたいので、とろみをつけたいと思います。とろみの素がこちら、小麦粉。小麦粉をここで振っちゃいます。ほらあのさ、イタリアのさボロネーゼ的なあのこのひき肉のスパゲッティ、ひき肉の、ミートソースには小麦粉なんか多分入れてないと思うんだわ。こっちはまるで喫茶店で出てきたり、お母さんが昔作ってくれたなみたいな、ちょっとドロッとしたソースのミートソースにしたいので、小麦粉を炒めてここでとろみをつけます。さあ粉っぽさがなくなってきた。そしたらここでトマト缶が入ります。缶っていうかパックね、トマトの水煮1パック分、だいたい 400ml ぐらい、これを炒めてなじませていきます。でこのまま煮ていくわけなんですが、フライパンで今日作ってるじゃない。お鍋で作ればそんなに水分の蒸発ないんだけど、フライパンで作るとすごく水が蒸発するので、ここでお水を足しておきます。そして調味料も入れます。お塩、結構ねこれは塩分効かせた方がうまいと思うんだ俺。塩気が強い方が美味しいと私は思います。で胡椒、もちろんここでローリエを入れたりしても美味しいと思うんだけど、今日はもう超シンプルにいくよ。でもっとねレトロ感出したかったら、例えばここでソース入れたりケチャップ入れたりでもいいと思うんだけど、あとお砂糖少し入れたりね、その辺は味の好みはお好みでやってください。たださ、レトルトのやつってなんかちょっとデミグラス感があって、俺あれあんま好きじゃないのね。もう今日はこのトマトのちょっと程よい酸味で、もうバシッと爽やかな感じでも肉ゴロゴロ、油もこってり、それがね俺の好きなミートソース、うん、たまんない。さあこのまま、時々混ぜながら煮ていきましょう。さあ今ね 7,8 分煮ていきましたよ。見てこのトロトロさとさ、テリッテリ、いいね、この油の照りですよこれ、たまんないですね。うん、じゃあこれぐらいソースね煮詰まったら出来上がりです。ソースはこれで OK。 パスタ茹でていきましょう。でパスタは今日は普通のスパゲッティをね、茹でます。お塩を入れた熱湯で茹でるんだけど、アンチアルデンテよ。やっぱりちょっとさ、懐かしいスパゲッティって麺やわくねえぐらいが美味しいと思うんですよ。なので1分プラスして麺を茹でます。うふい、最近さこういうミートソースってさ、麺とパスタ、麺とソース合えるじゃない。今日はもうあえてですよ、かけるタイプ、クラシカル。うん、はあ、これ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 です、これです、これです。熱いうちに食べましょう。できましたよ。うふい、いただきます。これさ、肉すげえよ、肉刺さるもん。ミートソースの肉が刺さるってすごいよね。いただきます。うまいなこれ、これすげーうまい。うん、肉肉しいの、とにかく。でトマトの酸味でしょ、玉ねぎの甘みもがっつりきてますよ。ソースと肉を絡めるのが定番でございます。ソースと麺を絡めるのが定番でございますけれども、このセパレートされてるからこそのさ、部分部分のうまみってあるじゃない。肉のムチムチ感、うん、このこれですよ、ね、粉チーズたっぷり振ってタバスコガンガンやって、でさ、もうお行儀悪いけど一巻きぐらいしたら、あとはもう、こういう食べ方です、この料理は。うん、最高。もうたくさん作っておけばさ、いろいろ使えるから。まあ冷凍した方がいい、冷凍たくさん作って
ジップロックの袋に入れて薄く伸ばして、で冷凍しちゃうので、使う時はバキッと折って使えばね、すぐできるから、これ絶対作っといた方がいいよ。もうチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。こういうリクエスト、こういうの作ってみたいなリクエストあったらぜひ聞かせてください。喫茶店だったらナポリタン、ミートソース2つあったらどっち選ぶ、ぜひコメントで教えてください。というわけで、この後ね、材料のおさらいもあるから最後まで見てくださいね。ではまた会いましょう。さよなら。噛んじゃった。さあ、今日の材料のおさらいでございます。スパゲティミートソースね。まずミートソースの材料から。合いびき肉 200g、 にんにく2かけ、なかったらまあおろしにんにくでもいいです。玉ねぎ1/2、あとトマト、カット缶でもいいし、こういうパックでも大丈夫です。1パックだいたい 400g ぐらい入ってます。それとオリーブオイル大さじ2杯、あととろみ漬けの小麦粉、そして、お水 100ml、 塩小さじ1と1/2、 1.5、 つまり大さじ1/2、あとアラビック黒胡椒、好みで粉チーズとタバスコを添えます。でこれでソースがだいたい 3,4 回分できるので、そんな感じでそれに合わせてスパゲッティ、茹でてください。だいたい1人分 100g ぐらいあればいいのかな。はい、そんな感じが今日の材料のおさらいでございました。